はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。やむなし様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援くださって誠に恐縮であります。痛いニュースということで、日本政府 GoTo 改めワクワクイベントを検討だそうで、ワクチンした人対象にイベントなど補助金を出すというもので、まだ詳細発表になってないですけど、これどうなんですかね。ワクワクイベントだって、なんか脊髄反射で名前つけちったような感じなんですかね。ネットの反応です。ふざけてんのか誰だよこれ考えたの。もう少しどうにかならなかったのか。電通優遇政策爆進中。まあイベントなんていうと、あのコンサートとかも含まれんでしょうかね。いや、もうそういうのいいから、無駄な税金使わない。ワクチンやってない人への差別だわ。そうなんだよねこれね。ワクチンやってる人だけあの金払いますっておかしいよな。なんでそんなにまでしてワクチン打たせたいんだ。それはですね、あの政府がまとめて買っちゃって余らしちゃったら、あの損国からですね、検討しまくった結果名前変えただけ。バカじゃなかろうか。バカなんですよ。岸田政権、あの本当にバカとしか思えないようなことをいっぱいやってますからね。私の意見なんですけど、あの施策の詳細が不明なんであれなんですけど、ゆうべ発表だったんですけど、あの今日の時点で、まだあの詳細が発表されておりません。バカみてえな名前だなって、素直にそう思います。ワクワクイベントなんじゃそりゃ。豊島区日の出町の新公園にですね、日の出町だから3で池袋なんで池3パークって命名した以来の衝撃であります。これはですね、議員何人かからもうちっとなんとかならなかったのかっていう異論が続出しました。まあ、あのこのままで行くことになったんですけどね、池山パークで、あのお一人のですね議員さんがですね、私の講演会に池さんっていうあのあだ名がの人がいて、どうもその人を思い出したんだよね、なんて言ってましたけど、イベントなどって書いてあります。温泉旅行や観光旅行、行楽、行楽、例えばですけどディズニーランドなんかも補助されるんでしょうかね。自民党は特定の業界にばらまくの、大好きだな。減税すりゃ全員に公平なのに決してそれはやらない。 48.1% の実質税負担率の重税で、一旦金を我が手にあの握って、それをあの恣意的に自分の好きなようにばらまくのが大好きな自民党。あんたらあの財務省に騙されてますっていうのが感想ですね。ロシアによるジェノサイド中なのに日本共産党、この機に乗じて核共有や憲法を変えて日本を戦争できる国にしようとする議論があるが、とても危険な動きだ。新宿で凱旋してしまいました。まあこれ赤旗記事なんですけれども、ネットの反応です。説得力皆無。お前それウクライナで言えんの？戦争できない国の方が危険ってロシアの侵略で分かったろ。世論で戦争止まるんなら止めてみろバーカ。急状況の皆さんもしぶといね。なんで救助を信じて日本が侵略する前提なんだろう。侵略ってなくて防衛力増やせって言ってんだけど、やたら話をすり替えたがる。核兵器は最大の盾、プーチンが証明しただろう。一番危険なのは日本共産党だ。ロシアみたいな話の通じない相手だろう。靴沢の意見なんですけど、まあ黙れスパイとしか言いようないですね。こいつら言ってるですね、戦争できる国になっては大変だ、危険だって、これあの防衛できる国になっては大変って意味でして、でこいつら言ってるあの平和活動イコール防衛妨害活動、自衛隊さんに向かって文句垂れてみたり、オスプレイ反対のってやってみたりね。つまりあの帝国をですね、
侵略しやすい国のままでいてほしいってわけなんですよ。共産党のあの本当の意思はね、こいつらあの完全に露中韓北のスパイですね。もう一回言うけど、もう黙れスパイとしか言いようがないですね。多くの人が納得できない破綻したことを延々言う謎っていうのがあるんですけど、もうあの70年80年近く同じこと言ってやがる。日本を侵略しやすい国のままで置きましょう。防衛反対。これあの信者向けのミサでして、新宿でミサやったんだな、してみっとな。決してあの外部に発信してですね、信者を増やそうって活動ではないんですね。テレビしかなかった頃は、これであの新しい信者獲得、もしかしたらできたのかもしれないですけど、今はネットがありますんで、騙されないと。信者をつなぎ止めるための定期的に開かれているミサ、イベント、宗教イベントであります。んで、変なことを言うと。その証拠にですね、赤旗、購読数は一切増えない。ずーっとずっと右肩下がりと。私も出る予定の参院選東京選挙区ですが、共産党の改選は山添拓つひょろい男の人ですね。6年前はあの66万5835票取ったみたいなんですけど、今回あのどんだけ減んのかな、まああの楽しみだな。6年間で東京ではですね、約60万人の高齢者が入れ替わったはずなんですよ。まあまああの高齢者全員が共産信者であるわけもないんで、率も少ないと思うんですけれども、まあまああの高齢者の方が若者よりも共産党支持の人多いっていうのはデータで出てますんで、まあまああの山添の60万票、60万人入れ替わったとしても60万票共産党が減るわけではないとは思いますけれども、相当減るはずなんだよな。あとはあの高齢者の支持者が多いって言ったら公明党ですか。公明党共産党は減らすはず。それを見てやろう、楽しみであります。ドイツ、フランス、スウェーデン、デンマーク、イタリア、スペイン、スロベニア、アイルランド、ベルギー、チェコ、スロバキア、オランダが合計200名以上のロシア外交官を国外追放いたしました。創価大学で講演する程度には学会と年頃のミハイル・グルージン駐日ロシア大使は追放されず、今日も元気になんかツイートしてるみたいであります。こちらがこれなんですけれども、ロシア軍は民間人を殺すのではなく助けるのです。56年前ベルリンで我々2人のパイロットがそうしました。我が軍はヨーロッパの多くの国々のナチスの首から解放しました。今日それらの国の多くは恥知らずにも恩をあだで返し敵意で、応じていますと。今やってんのは侵略じゃなくて救出あるいは解放って言いたいらしいんですけれども、ネットの反応です。うさんくさすぎ、ちょっと何言ってるかわからん、まだナチナチ言ってんのか、こいつら日本の左翼とそっくりだな、この世からの解放か、友愛みたいなもんか、やべえ、なんだこの恥知らずどもは、やばめの新興宗教かな、死こそ救いってやつか、死による救済など誰も望んでない、狂信者の物言い、キモいから追放しようぜ。スピリチュアル界隈ではですね、プーチンは闇の勢力と戦う英雄になっているらしいであります。一体どこをどう見たらそういう風に思えるのか謎なんですけど、ウクライナはネオナチに汚染されてて、ロシア軍はそれを救いに行ったことになってるらしいんですけど、まああのロシア大使と同じようなこと言ってんな。じゃあゴロ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 、亡くなってる民間人は解放されたとでも言うんでしょうか、その人らはね。人民解放軍は実は人民の反乱を鎮圧する軍みたいなもんでしょうかね。オウムの朝原が言ってたですね、現世の苦しみから解放するポアみたいなもんでしょうか。しつこいようですけど、事実なんかどうでもいいんで、
ロシアの全てを悪と決めつけですね、弱体化させることが我が国の利益なんですよ。だってこんなに接近してんだもん。ウクライナはですね、帝国領土を盗んでないし、北方領土盗んでないし、隣でもないんだから侵略の恐れないんですよ。我が国はロシアを悪と決めつけて一方的に、事実はどうでもで弱らした方が得だと、しつこいようですが言わせてもらいます。できたらですね、ロシア連邦共和国っていう国体が滅びて、いくつかの小さい国に分裂してほしいぐらい、それが一番いいかな、我が国にとっては。これは中国にも当てはまるんですけれども、できたら崩壊して、細かい国に分裂してもらいたい。ウクライナのネオナチっていうのが何かひどいことしてたのが事実としても、ロシア軍がやってることの方がひどいっしょ、ひどいっしょ。毎日毎日ね、積み重なる無抵抗の非武装民間人の、遺体の映像ですね、画像を全部 CG って言い切ってる脳みそが謎ですよ。ロシア擁護してる人はね。北海道の心配をしていたら、ロシア下院、北海道の領有権を主張しだしました。これ侵略の前準備ですね。大義名分っていうかさ、戦争を思い出させてやる、とも言ったようであります。ネットの反応です。宣戦布告、来たこれ。よろしいならば戦争だ。救助があれば戦争にならないって、言ってたじゃないですか。とりあえず北海道の沿岸を要塞化すべき。もう何期にロシアからガス買ってる場合じゃないだろこれ。だから世界中と協力してロシアをぶったたかねあかんねや。ロシアが滅びることこそ国益、その通り。ロシアはぶっ潰さまないとダメ。岸田の辞任と核武装が急務と。ナチスも西部戦線膠着中にですね、ソ連に攻め込みましたよね。独ソ不可侵条約っていうのを破ってまでね、戦線の膠着はこれほどに合理的判断を狂わせんのかな。ウクライナでも劣勢で、なんか撤退してる、取り返されてる地域もあるっちゅうんですけど、まあまあナチスがやったみたいに、自ら不可侵条約結んでっとこう攻め込んじゃって、両方に戦線抱えることになっちゃって、まあまあ愚かなんですけれども、戦線の膠着ってそういう作用があんのかな。ロシアの北海道侵攻を、待ち望んでいる宗家や宗男は喜んでんじゃねえの。宗家、宗家ですね、ロシアと近しいですから。あと帝国の破壊を目指す日本共産党とかね、戦後ずっと80年近く日本をどっかに侵略してもらいたいな、願ってやまない敗北主義者どもが日本共産党であります。そんな状況なのに、あくまでボケ倒している日本政府、岸田政権、ロシア石炭の購入を中止しない方針発表しておりました。中止しねえって、ロシアから石炭買い続けるって、ネットの反応です。北海道狙われてんのにバカなのかな。バカですね。今の状況でなんでロシアに金払う判断なんだよ。だから原発動かせってな、別にいいけどなんで原発動かそうとしないのか。本気で化石燃料減らすならいい機会だと思うけどね。オーストラリアから買ったらいいやん。どうせアメリカに怒られて方針転換するよ。戦後相手にされなくなるぞ。価格高騰を恐れて安いロシア石炭を買い続けるみたいなんですけど、選挙近いから変わったことしたくないんでしょうね。何にもしたくないっていうのが本音じゃねえかな、実は。実は何にもしたくない。テレビ層の支持率高くてもですね、何にもしないことが正義って確信したんじゃないか。岸田は、岸田辞任と核武装が急務って意見ありましたけど、まさしくその通りだな。日本が払った石炭の代金がですね、ウクライナの戦費になるんですよ。それがですね、ウクライナ人を殺す弾台とか、大砲の弾台とかになるんですよ。ロシア大使はまだ追放してねえし、本当にバカとしか思えねえな、岸田政権はな。がっかりしちゃうなって感じになります。東京都で支部長を募集しております。よかったら動画説明欄の応募欄
から、ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。